栃木の「がんばる社長」皆さんこんにちはのパーソナルギーの田村愛ですこの番組では栃木で活躍頑張っている社長さんをお招きしてその原点とエネルギー源を探っていきますさあ本日の「がんばる社長」は。 宇都宮市を拠点に心技術対話を大切に家事代行を提供してくださるランクアップ家事代行代表の。 松本智子さん、ですす松松本本さささんんよろししくお願いいたしますさあ松本さん細やかにそしてスピーディーに安心を超えた家事代行をサービスしてくださるということなんですがお掃除の家事代行以外にもお料理の代行だったりとか、はい、整理収納もしていいただけるんです、ね、そうですすねねそうはい、私自身がそういった分野がすごく苦手なので今日はいろんなお話を聞かせていただきたいと思っています。はいはい お願いしますホームページもものすごく気になったので隅々まで見させていただいたんですが松本さんは以前看護師さんだったんですかはいそうですえーどういった経緯でまたなんか全然違った職種というかこういったお仕事を始めたのか聞かせてくださいえっとある時まあ子育てをしている時は、うん、あのそんなにきちんとあの 少しパートはしてたんですけれども、はい、あのちゃんと仕事をしていなくてで、まあ、ある時夫が急に倒れてその時にあ一人で子育てしなきゃいけないかなと思った時に、うん、えっとちょっと違う仕事をしてみたいと思ったんです。<ー>でなんでかっていうと、はい、あの本当にやりたい仕事をこれから探したいって思ったんです。うん、でえっ、ー、とじゃあ何ができるんだろうって考えていっ ででその時にあの、まあ、偶然であったんですけども、はいえっと、得意な料理を生かしてで、えー、っと自分が子育てをしながら看護師を続けることが大変だったので、うん、働く女性のお手伝いができるっていうことがすごく面白いなと思って、うんはい、でそれで始めました。そうなんですね、はい 私からしたら、はい、やはり看護師さんってすごく、まあ、夜勤もあったり大変そうなお仕事だなと思う反面、はいはい、やりがいなども感じる仕事なんだろうなと思うんですがそういった、まあ、雇われてる身というか、はい、組織の中にいる時と、はい、今ご自身でこういった好きな仕事、はいはい、やりたい仕事を見つけて働かれてる今って日常生活ご自身でどんな違いがありますか、はい、えー、とですねねもうう、ね、好好き好きなように、うん 正直やっていまして、うん、あのだから仕事としてっていうよりも。 まあ、仕事として、えーとまあ、質の高いものをお届けしようとは思ってるんですけども、うん、それの質の高さを上げていくこと自体も面白いですし、うん、あの本当にやりたいことだけやっていこうって思ってますので自分の中でも我慢ってしてないんですだから自分の中でも我慢して自分の家を掃除したり片付けしたりとかもしてなくってあそうなんですけい 別に掃除するために生きてるわけじゃないんです。あの私自身もね。はいうん、皆さんもあのそうあの部屋は綺麗にしてる方がいいとか綺麗にしてない私はダメだとかそういう考え方ははちょっとあの取り除いていただくとすごく気持ちが楽になると思うんですけど。はいうん 本当に好きなことをやっていくっていうことが自分の人生の充実につながると思いますのでじゃあ本当にこう仕事っていうことに対して生活のためにまあお金を稼ぐっていう考えではなくはて仕事をすることによってより人生が豊かでハッピーになるそ,、ね、そんな感じですかね。 されませんので、うんはい、ただ質の高いものをお届けするためにどうしようかっていうのを、うん、あの自分の中であの充実度を上げていくような、はいうん、その何て言うかな、うん、えっとお客様がよりあの、ま、お客様により満足していただけるように、うんうん、作っていくっていうのが ただたの楽しいですね。はい,はい。もうお客様の感覚にも寄り添いながら、その質の高い提供してくださる。はい、そうです、ね、どういったところが他の家事代行さんと違うポイントなんですか。はい、そうですね。家事ってお家の中のことって、うん、人それぞれ感覚が違ういますので、うん、こうしてほしいだろうなって読み取ることがなんか結構私好きなんですけど、うんうん、そのお客様に。 に合うような家事をしてます。はい、なのであのすごく綺麗好きな方はすごくあの隅々まで丁寧にしますし、うん、あのそうじゃなくてもっとあのだいたい七八割のあの綺麗なしか綺麗にするあのお掃除の 仕方はそんななにきっちりとしてなくてくもいいから全体的にもっとしてほしいってきっと思ってるだろうなっていう方にはなるべくなるべくこう全体的にあの過ごしやすいようにしますしあのそうですねそういった面であの決まったこれをしてって頼んだらそれだけやってもらえるっていうそういう感じじゃなく。あの どどんどんどん,どん快適にになるように、うん、あの安心してもうだんだん何回か頼んでいただくとうん、うん、細かいことをお伝えいただかなくても、はい、あの私もだんだん分かってきますので、うん、あのちょっと夏になって草が生えてきたら、はい、ちょっとなるべくお家の中ささっとやって、はい、草も取ったりとか、はい、そういうふうにしてあ、ね、あの草取りって大変じゃないですか。大変だよね だからそういうふうにあの全体的にきれいにさせていただくと、うん、ちょっとあのきっとあの料金以上にもっと、うん、あのご満足いただけると思いますので、うんはい、そんなな感じですかね、うん、なるほど、はい、最近やはりおうち時間が増えているので、はい、より快適にその時間を楽しむためにも、はい、ランクアップ加地太鼓さん 多くの方に利用していいたただきたいですねそうですねもっと多くの方に利用していただきたいんですけれども残念ながら私 PR が苦手なもので、うん、あ,のあまりあの今日も上手にお,お伝えできているかどうかは分からないんですけれどもあの実際にあの家事をさせていただいたら、えー、とお料理にしてもお掃除にしても整理収納にしても。 あのそういう面ではあのお客様に合ったその方に合ったことをさせていただいたりとかあのそのコミュニケーションですとかそういうことはあのちょっと自信がありますので、うんはい、あの,ぜひあの好きな時間を作るためにとかもっと気持ちを楽にあの好きなことに。 あの時間を使っていただけるようなお手伝いをあのさせていただけるようにあのご依頼いただければ嬉しいなと思いますはいわ、はい、かりました、はい、本日はランクアップ家事代行代表の松本智子さんにお越しいただきました松本さんありがとうございましたありがとうございました